はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。3時半になろうとしていますね。まったりとした午後ですね。いい感じです。日も照っておりまして、この日は20度ですね。今日はね、また久しぶりに昼寝をしてしまいます。あ、眠たいと思ってですね、ソファーベッドにコテンと横になったらですね、30分は寝られましたね。で、起きてから、あれ、俺ちょっとしか寝て、元に寝ようと思ったんですけど、寝られない。二度でしょうと思ったのに。で、真面目にやってます。行きましょう。産経新聞にこんなん出てまして、これは今日の朝9時57分。米中国に自制要求、台湾総統立ち寄りということでございまして。米国安全保障会議 NSC のカービー戦略広報調整官は29日の記者会見で、台湾の蔡英文総統の米国立ち寄りに関して、中国政府が台湾海峡周辺で攻撃的な活動を強める口実にすべきではないと述べ、軍事活動の自制を要求した。この前ペロシさんが去年の秋にですね、台湾を訪問された直後からですね、中国は台湾周辺でですね、海軍の大演習、海空軍の大演習を行いました。台湾包囲作戦かなと、海上封鎖作戦かなという感じがしました。まだ今回それをやるかもわからねえという話ですね。それに対してアメリカの報道官、広報調整官がですね、またやったら承知せえへんでと、口だけですけどね、言ってるわけです。カービー氏は、蔡氏が米国を経由することに関して、米中両政府が外交ルートを通じて、複数回にわたり異なるレベルで協議したと明らかにした。台湾への軍事圧力を高めることがないよう釘を刺したと見られる。もう釘を刺された、中国は嫌でしょうね。蔡氏の米国への立ち寄りは2016年の総統就任以降何度もあったとし、いずれも問題は起きなかったと強調。中国に冷静な対応を求めたということで、この記事は終わっています。ただですね、この他の記事いっぱい読みましたけども、中国はなんかピリピリしてますね。なんか蔡英文さんがアメリカに行ったということで、アメリカでですね、マッカーシー下院議長と会うんちゃうかということでですね、かなりこうカリカリピリピリしていましてですね、おったら承知せえんぞって、絶対報復すんぞとか、ね、そんなことを言うてますね。何すんのっていう感じですけど、なんで中国ってね、いつもこっちも不思議でしょうがないんですけども、オバマ政権の末期からですね、米中対立というのは始まってるんですね。昨日か一昨日、オバマさんはそれはトランプのせいやとかって、わけわからんこと言ってましたけど、いやもうオバマ政権の時から始まってるんですよ。で、最初の始まり、対立の始まりはですね、南沙諸島でですね、習近平さんがオバマにですね、人工島を作って、そこに飛行場を作ってると。それに関して軍事拠点化はしないというふうに習近平がオバマに約束するんですね。ところがその約束を踏みにじられるわけですよ。完全な軍事基地になってるんですね。ようもイケシャーシャーと首脳会談で嘘つけんなと思うんですけど、で、騙されたオバマはですね、怒りましてですね、で、航行の自由作戦っていうのを始めたわけですね。中国が自国の領海と称するところにアメリカの海軍の艦艇をですね、航行させたわけですね。で、これに対して中国は何やかんやと言うんですけども、さすがにね、天下のアメリカ海軍には手を出せないわけですよ。言葉でギャーギャー言うだけ。その高校の自由作戦は未だにこう行われているんですけど、で、そこからトランプ政権になりましてですね、トランプはですね、こんな中国のずるいやり方は許さんって言うてですね、いっぱい要求を突きつけて、それを半ば伸ばした形になるんですけど、でもそれ、トランプ政権の後半ですね、4年目ぐらいですから、今からですね、3年ぐらい前に、アメリカがいっぱい要求を伸ばしたんですけど、それほぼ約束守ってないんじゃないですか、中国。
守ってないんちゃうかなと思います。なんかあれでバイデン政権になってなんか うやむやにされていますけど、なんであれ誰も何も言わへんやろと私は思うんですけど、まあ、それでもですね米中対立は解けないんですね。バイデンさん自身が私はファンダハガーだと思ってるんで、ご本人はこれ以上米中対立を先鋭化させるつもりはないんですけど、いかんせん中国の方からいろんなことを やらかすわけですよ。まあ、この前の気球なんかそうですね。まあ、バイデンさんいやいや撃墜しましたけど、ああいう問題があるとですね、いやが応でも米中対立って高まるわけですよ。台湾の蔡英文さんがですね、アメリカを経由してですね、中南米の諸国を訪問したところでそんなほっといたらええやんと思うんですけども、それでわざわざ緊張を高まるようなことを言うわけですね、中国側が。なんですね、そこまでしてね、中国側の方で米中対立を高めるような雰囲気を作ってるんやろうと思って、不思議でしゃあないんですよ。そうすることによって中国にはほとんど利益ないんですよ。むしろ不利益の方が大きいわけですね。なんか言うこと聞くふりしてね、ちょっとごめんとか言ってればよかったんですけど、それは胡錦涛の時代はそうなんですよ。胡錦涛の時代はちょっとごめん、まだあかんねん、俺は弱いしとかって言いながらですね、ごまかしやればよかったんですけど、習近平になってからもう急にそのなんていうか、俺らはって中国偉いんやって、G2 やろ G2 とか言って、オバマに持ちかけたりしてですね、アメリカの警戒心をですね、高めさせたわけだって、今や、ほとんどのアメリカ人が中国というのはですね、信用できない国であって、ここから我々の敵になっている国というふうになってて、それは中国の外交政策がそうさせてしまったんですね。で、まあ、そのことによって中国が何か利益を得たかというと、ほとんど何の利益も得てない、損失ばっかりだと思うんですけど、いまだそれやめる気配がないんですよ。多分それはね、習近平さんのお考えやと思うんですけど、誠に愚かですね。で、とうとうですね、孤立、世界中から警戒をされてですね、もともと仲良しだったドイツもですね、警戒感を高めて、イギリスも警戒感を高めてですね、米欧から孤立しているという状況で、で、一路一帯とかって言って、その辺の国ですね、ヨーロッパにつながる中小国家に対してですね、開発を持ちかけたんですけど、それもですね、なんたらの罠ということで、債務の罠とか言われてですね、警戒されて、ほとんどそれも成功してない。なんでわざわざそういう下手くそな外交政策を取ってるのか、もう不思議でしゃあないですよ。どんどん自分を追い込んでいってるじゃないかと。で、そのね、偉そうにする背景には、自国経済が急拡大して、先進国というか、まあ、先進国並みの経済力になりつつあるという自信があったんでしょうけども、それも今止まってるんですよ。まあ、非常に質の悪い経済成長をしていたんですね。イランインフラを作って GDP を高めるという、まあ、質の悪い経済。今までそういう例ないですからね、世界の歴史で。どうでもいいインフラをいっぱい整備して、その GDP 高めて、その成長を膨らますと。まあ、言うてみりゃね、バブルですよね。で、それが今弾けてるわけであって、そんなんで、ね、その後始末がどんだけ大変なのかって、日本が一番よく知ってるね。日本が一番よく知ってて、僕がこうやって旗目で見てて、うわ、あれ大変やわ、と。そんなもんね、いくら中国が専制政治でも上手にやらんと10年20年続くわけですよ。日本は結局失われた30年とか言われてるわけですね、その始末に失敗して。中国いまだにでもね、見て旗で見てるとね、上手にバブルの後始末をしてるようには見えないんですよ。それが全然分かってないんですよね、自分たちの経済がどういうふうにおかしく発展して、バブルが弾けたのかっていうのを自覚がないんですね。だから解決策もなんかもう、もう行き当たりばったりの微暴策につき連続しているという感じでしてですね、上手なですね解決をしているとはとても思えない。その逆ですね、分かってないな君らみたいな。で、なんでこう自らですね破滅水防に向かってるのかって不思議な国ですね、あそこも。でアメリカとねまだ対立してね、対決してね、勝てる状態では全然ないと思うんですよ、僕から見ると中国っていうのは。なんでそういう状態なのに、わざわざアメリカとの対立を深めてるのか。蔡英文なんかほっといたらええやん、そんな。
あの高々2200万円人の小さな国ですよ。で、こんなに大した経済力があるわけでもないのにですね、そこをカッカカッカしてるっていうのがようわからんというのが私のあれですね。まあ単におバカというふうに考えればですね、非常に簡単ではありますけどね。はい、ということでこの産経新聞の今読みましたページを貼っておきます。はい、どうもありがとうございます。